隙間に第一堤防の先端ですね。これね、先端の足場が低いところです。これ風は確かに辛いですけど、波気も多少あって雰囲気はいいんですけどね。で、あの水中計を使った仕掛けでスタートしました。こうやって風がある時はこの水中計が一番楽ですね。この仕掛けがグレバリ5号、ハリス2号を2ヒロ、誘導が1ヒロですね。狙いの棚は2ヒロです。沖の方に出てる感じですかね。そんな感じだな、まあ、風と潮は逆の方が。来た、うん、これも珍しいですね。ちょっとだけサイズがやっぱり30センチぐらいかな。このサイズですね、抜けるぐらい。これぐらいなんか元気なんですよね。だけどそんな痩せてもないですけどね。いいあれですけど、30はないですかね。あっても30ぐらい。浮を変えました。木桜のこの P の0っていうやつですね。P の0なので、予風力が何もない0ってことですかね。で、この下に、まあこういった、潮受けゴム入れて、潮受けゴムは僕はいつもこうやってサルカンに突き刺してますね。そう、こんな仕掛けでやってみます。あとそれ以外のところは何も変えてないです。ハリスも2ヒロのまま、誘導1ヒロ取ってはいるんですけど、多分そんなに馴染まないで上の方で当たってくれば、この浮きの下にあるこの蛍光色の浮きゴムで当たりが取れると思うんで、そんな感じの仕掛けでやっています。見えるんですけどね、スズメダイの姿は見えてる。あ、これかなり浅いとこで食ってますね。これ浅いですね。メジナかどうかが分かんないですからね、まだね。餌取りも見えてるしな。ハリスを半分ぐらいにします。今の浮き止め糸を完全に全部下に下ろしてですね、ひとひろの固定にしてみました。ちょっとこれでどうなるか行ってみましょう。たまにあの波紋ができるんですよ、海面に。であれがこう最初スズメダイかなと思ったら、あれがメジナでしたね。やっぱバシャーって言ってるもんな。あれメジナなんですよね。ほらバシャバシャ落ちた。
よし、来た。あー、まあだけど多分サイズはね、やっぱりそんな変わらないですね。気持ちいいんだけどな。よいしょ。ああ、まあ30ある。31、それぐらいですね。丸っこい、こういう丸っこいやつがいい。少しサイズアップしましたよ。ほいね、微妙だな。あれ、よし、いった。サイズアップしてんのかな。サイズアップしたか。抜かない方がいいな。ちょっと、いや、さっきと同じぐらいか、ちょっと小さいですね。色もね、いい色してるの。ほら、活性高そうな色してる。ほら、ダメだ、伸びないサイズが。お、痩せてるんで、ガリガリ。ダメだ、当たってるな。触ってますね。当たってるんですけどね。どうだ、持っていくか。かも、ジョニーさん、これでっかいかもですね。これでっかいや。アイゴかもしれないけど、アイゴかもしれないけど、でかいっす。こいつなかなかしぶといっすよ。でっかいよ。じゃあメジナだったらでかいっすね、結構。強一だ。きた。あれ、あれだ、三の字だ。二座台。こいつ期待したのに。よし、はい、さよなら。あ、ちょっと、
もう、まあそうでもないや、あんなとこで浮いちゃった。絞り上げたら沖で浮いちゃいました。丸っこいですけどね、美味しそうなんですけどね。ね、腹パンパンだもんこれ。これでまだ30センチとかです。ね。よし、まあまあある、まあまあありますよこれ。三の字だったりし。よし、まあまああるね。うん、だけどやっぱりまあまあですね。もうこれだっていうのにならないもんね。なんだよこれ。34センチ、うん、34センチですね。ああ、だけど浮いてきちゃうな。ネジなんだけどな。34とかね、そんなんですね。よしよし、キープするキープする。終わったよ、このせよっしゃ、来た。もうこれで、これがもう最後の。お願いします。現在閉鎖期間を語る再現話だ。なんだよ、ファイナルのメジナこいつかよ。よいしょ。このような電話はよいしょ振り込め際ですので、はい、本日最後のメジャーでした。これ何センチぐらいあるの？このような電話は、まあでもほら30センチぐらいですね。振り込め際ですので、白子入ってる、白子。来た、よっしゃ、来た来た来た、ほら。どうやったよ。ブシッとしたでしょ。ブシッていった。ああ、メジャーですよ、メジャーですよ、絶対。ほら来た。よっしゃ、おめでとうございます。オッケーオッケー、じゃあ頑張って締めていきましょうね。え、なんかいっぱい入ってるんだけどサイズがいまいちですよね。もうサイズは全部30センチは超えてるんでいいんですけどね。こいつは逃がしたけど安くて、ここのエラの ここにエラがあって、このエラブタみたいなのがあるじゃないですか。このエラブタと、エラブタと大体この目の真ん中ぐらいが交差するこの辺りです。ここに入れるとこうやってくしゃげる。